司会のデイビッド・レターマン、レート・ショー・ウィズ、デイビッド・レターマンは、1993年8月30日から2015年5月20日まで、アメリカ CBS で放送されていた深夜、トークバラエティ番組である。デイビッド・レターマンが司会を務め、ニューヨーク・マンハッタンのエド・サリバン・シアターで収録。NBC で同時間帯に放送されている、ザ・トゥ・ナイト・ショー・ウィズ、J ・レノと人気を2分していた。 レターマンは NBC のトーク番組レートナイトウィズデイビッド・レターマン2982年から出演していたが、レートナイトの前に編成されているザ・トゥナイトショーの司会ジョニー・カーソンの後任に J ・レノが選ばれると、レターマンは翌年 CBS への移籍に合意。以来レターマンとレノは犬猿の中と言われている。音楽監督にはレートナイトと同じくポール・シェファーを起用。 25年近くコンビを組んでおり、レターマンが夫人の出産で収録途中にスタジオを離れた際に緊急ホストを務めたことがある。レターマンとシェファーのトークは本番組の目玉の一つでもある。2015年5月20日の最終回をもって放送終了となり、22年間続いた同番組の歴史に終止符が打たれた。後継番組として、 同年9月8日より、コメディアンのスティーブン・コルベアが司会を務める、ザレートショ with スティーブン・コルベアの放送が、スタートしている。ありがとうございます。